こんにちは、高北出張所の谷口です。本日は救急医療習慣と救急車の適正利用についてお話しいたします。毎年9月9日を救急の日、また9月9日を含む1週間を救急医療習慣と定め、期間中は全国各地で救急に関するさまざまな行事が開催されています。昨年度、北播磨消防組合においても救急医療及び救急業務に関する地域住民への理解と認識を深め、限りある医療資源を有効に活用することを目的に広報イベントを実施しました。近年、救急件数は全国的に増加しており、多可町も例外ではありません。しかし、救急搬送された人の約半数は軽症となっていることから、安易な救急車の利用によって緊急性の高い現場への出動が遅れ、救えるはずの命が救えなくなることが心配されています。実際に救急車の正しい利用方法を見ていきましょう。拓也、体がすっごいしんどいわ。ちょっと病院連れてってくれへんか。もうめんどくさいわ、そんな。いや、連れてくれよ。いや、もう救急車呼ぼう。救急車呼ぶか、呼んでくれる。救急車呼ぼう、うん、ピッポッパ。1点目、タクシー代わりに利用しない。救急車はタクシーではありません。症状が軽い場合はご自身で病院へ向かい、不安な場合は家族や友人に病院へ連れて行ってもらいましょう。拓也、ちょっとなんかお腹の調子が悪いからちょっと病院行ってくるわ。あ、そうなったらもう救急車呼びや。なんで？早く診察してもらえるやん。あ、そういうことか、うん、ほな救急車呼んでくれる、うん、救急車呼ぶ、ピッポッパ。2点目、病院で早く診察してもらうために要請しない。救急車で病院に行っても一番に診察してもらえるとは限りません。その日の病院の状況では待つ可能性も十分にあり、何より不要な救急車の要請は避けましょう。親父、しんどいわ。どうしたん？しんどい、熱ある。熱ある？風邪か。うん、37度5分ぐらいある。37度5分。はあ、うん、そりゃしんどいな。うん、しんどい。救急車呼ぶわ。頼む。救急車見てもらおう、見てもらおう。ピッポッパ。3点目、風邪などの症状で陽性しない。風邪やインフルエンザの場合は大半の開業医で診察可能です。まずは近くの開業医で診察してもらいましょう。どうした、親父？大丈夫？大丈夫？しんどい？大丈夫？うわ、やばいやばい、どうしよう、どうしよう、いつもとおかしい。救急車呼ばな。ピッポッパ。4点目、意識状態や呼吸の様子が普段と違う。これらの症状を発見した場合、何らかの病気を発症、もしくは悪化している可能性が高いです。すぐに119番通報し、必要ならば通信指令員の指示に従い、心肺蘇生法を行いましょう。はあ、ああ、胸が痛い。はあ、はあ、親父どうしたん？めっちゃ胸痛い。胸痛い。この辺めっちゃ痛い。なんか息苦しそうやな。息もめっちゃ苦しなってた。しかも冷や汗もめっちゃかいてるし。あかん、これはいつもと違う、うん、救急車や。救急車119。5点目、胸痛や冷や汗、呼吸が苦しい。これらの症状は時間が経つにつれ悪化し、生命の危機に陥ってしまう可能性があります。直ちに119番通報し、
近くに AED があるのならば、いつでも使用できるように準備しましょう。救急車の適正利用についてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。